インド洋上のオスマン艦隊オスマン帝国のアチェ遠征では16世紀から17世紀にかけてオスマン帝国がアチェ王国に軍事援助や技術提供を行った一連の遠征について述べる。オスマン帝国はインド洋でアチェ王国はマラッカをめぐってポルトガルと構想しており、両国の提携はポルトガルのインド洋戦略上の大きな脅威となるとともに東南アジアに カノン砲などの製法技術がもたらされた。なお、オスマン帝国軍が東南アジアで公式に戦闘に参加することはなかった。オスマン帝国とアチェの同盟関係は非公式には1530年代から始まっていた。アチェのスルターンであるアラーウッティマルカハールはポルトガル領マラッカの駆逐とスマトラ島における勢力拡大のためオスマン帝国との関係をさらに進化させようとした。 ポルトガルの著述家、フェルナン・メンデスピントによれば、1539年に、初めて、オスマン帝国の艦隊がアチェに到来した。そこには300人のオスマン人、スワヒリ人、モガディシュ都諸都市国家からのソマリ人、デバルやタッターからのシンド人、スーラトからのクジャラート人、それに200人のマラバル人水夫が登場していた。1562年の検視後、アチェは、 オスマン帝国の援軍を受け入れ、1564年のアル王国、ジョホール王国に対する遠征に投入している。1564年、アラーウッティーンはイスタンブルに施設を派遣した。文書の中でアラーウッティーンはオスマン帝国のスルターンをイスラーム世界のカリフと呼んでいる。1566年にスレーマン一世が死去した後、後を継いだセリム二世は、 アチェへの艦隊派遣を命じた。それ以降、アチェに数々の兵、タや職人、技術者に加えて大量の武器や弾薬が提供された。最初にアチェに向けて出航した艦隊は15隻のガレー砲艦だったが、大部分がイエメンでの反乱鎮圧に回された。1566、7年にアチェに到着したのはわずか2隻であったが、 それ以降本格的な艦隊派遣が始まった。1569年、インド艦隊帝徳のクルトール・フズル・レイース率いる最初の大艦隊がアチェに来航した。アチェ王は、真珠やダイヤモンド、ルビーを船員たちに送ってローに報いた。1568年にアチェはマラッカを包囲しているが、ここにオスマン帝国が直接関与していた様子は見られない。オスマン帝国として、 マラッカ攻略のために大砲を輸出することは可能だったはずだが、同時期にキプロス遠征やアデンの反乱が重なり、叶わなかった。オスマン帝国はカノン砲の製法などの技術支援も大々的に行い、その技術は東南アジア中に広まり、マカッサル、マタラム、ジャワ島、ミナンカバウ、マラッカ、ブルネーが有名な生産地となった。17世紀初頭には、 アチェは実に1200門の制動法と、800のフランキ法や旋回法、マスケット銃を保有していた。オスマン帝国とアチェ王国は、軍事的関係のみならず、経済的、文化的、宗教的にも深い関係を築くに至った。17世紀以降も、アチェのスルターンは、オスマン帝国との交流を持ち続け、アチェの艦船は、オスマン帝国の旗を掲げることを認められていた。 インド洋交易の独占を図るポルトガルにとっては、アチェとオスマン帝国の提携は深刻な脅威となった。特に17世紀初頭のイスカンダルムダの地勢においては、アチェはインド洋、東南アジアの高新量貿易におけるポルトガルの最大の小敵となった。ポルトガルは、後海のオスマン帝国勢力やアチェを叩いて、同盟を打破しようとしたが、本国から遠く離れ、 植民地の領域支配体制も不十分なインド洋では人的資源が絶望的に足りず失敗した。1874年のオランダによるアチェ征服後放棄されるオスマンアチェの大砲1873年にオランダがアチェを攻撃しアチェ戦争が勃発するとアチェはかつてのオスマン帝国との合意を持ち出し自らはオスマン帝国の属国であると主張して オランダの攻撃を非難したが、他の西洋列強は、こうした植民地化回避の手段の洗礼を作ることを嫌い、アチェの主張を却下した。アチェは、実際に、オスマン帝国に救援を求めたが、本来その任に当たるべき、オスマン帝国のインド艦隊は、イエメンの在土派反乱鎮圧に暴殺されており、結局アチェ王国は30年以上にわたる、孤立無援の抵抗の末に滅亡した。 東南アジアで製造された大砲は、そこを植民地化した西洋諸国に接収された。アチェを征服したオランダは大砲の方針を意図化して、教会の金を作った。その一部は大砲にあしらわれていたオスマン帝国の印象をそのまま残しているものもあった。ありがとうございます。